言った？ピンスカのダーリンです。よろしくお願いします。
んだけど。分からないプーじゃねえよ。ねえ、さっきチェリッシュさんかな。ちょっとユキリンから紹介した。にもね、ちゃんとね、よかったら訪問にさせていただいてもいいですか。ちゃんと聞いたのね。そしたら、あ、全然いいですよって言ってくれたから大丈夫。それなら OK かな。公認だから。さっきなんかね、パクリパクリって言われ始めてるからね。今お祈りは、うん、今お祈りは、お祈りはね、今日佐賀の神様たちこの辺にいるから大丈夫です。この場にいるから大丈夫です。さあ、はい、私たちですね、佐賀のご当地アイドルとして活動しているんですけれども、今日初めて佐賀来たよっていう人、はい、はい、お、結構多いね。多いね。ちょっと絶対、絶対嘘な人がいる。そうそうそう、おるおる。嘘つきは泥棒の始まりよ。けね、オッケー。はい、じゃあちょっと今日佐賀に来てもらったということで、はい、レッツ佐賀弁講座。佐賀弁講座。ちょっとね、やっぱ今日、うん、結構天気が良かったしね。良かったね、すっごい暑かったね。で、しかも、うん、この熱気ね、盛り上がってますね。まさにこの状況は、はい、あったかいかな。またパクリって言われよるやん。違う、流行を取り入れているだけだ。よく使われるね、それね。これをね、佐賀弁で言うとね、はい、あ、ちょっとあれにするわ。 歌からの佐賀弁の、うん、あの、佐賀弁から部分ですよね。はい、言います、はい、特別なスープをあなたにあげるぬか。暑いとかをね、佐賀弁、まあ結構九州全般でも言うかもしれないけど、うん、ぬっかーって言います、うん、じゃあぬっかーですね。ぬっかーって言います。じゃあみんなもね、ぬっかーって言ってみましょう。いいですか、はい、私が最初の歌の部分、うん、歌うけん、うん、みんなぬっかーってちゃんとしてね。じゃあみんな最初手拍子からのぬっかーですよ。いくよ、いくよ、いくよ。特別なスープをあなたにあげるぬっかー。バッチリやな。なんかね、なんかこの賑やかな感じに聞こえるよ。後の余韻がなんともいないよね。あ、温泉いいね。あ、佐賀のあの嬉野とか武雄温泉に浸かりながら、あ、ぬっかーってこう、風情を楽しんで。そうだよ、ちょっとね、うん、じゃあ皆さん、このぬっかをぜひ使ってください。 OK、 あったかいんだからの次はぬっかよ。ぬっかがもう、もうなんかブームがちょっと過ぎ去り、着ボイスとかでめっちゃ配信されるかもしれない。ぬっかがね。そう、だから皆さんぜひぬっか覚えて帰ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、うん、ちょっと私たちですね、なかなか他のアイドルさん方々に見られないミュージカルをするそうアイドルということでですね、す今日は、うん、あれをしたいと思います。アナと雪の女王のですね、はい、中の曲から、うん、生まれて初めてという曲を歌うんですけれども、はい、ただ歌うだけじゃありません。そうなんです。はい、まずですね、アニメってほら絵が動いてさ、声優さんがこう声当てよるやん、うんうん、それをね、この実写でやりたいと思います。はい、ナギリンが、私が、はい、歌ってるように見せかけの私がこの辺で歌っときますね。オッケー、はい、でね、みんなとね、めっちゃハイタッチしに行くと、はい、ちょっと動きますと思うんで。ちょっとナギリンと触れ合ってください。それではミュージックスタート。まだまだはもう空いてるなんて久しぶりなの。お皿もこんなにたくさん閉ざされてた部屋もお祝いのために綺麗に飾られて、まるで違う場所で不思議な気持ち、舞い上がりそう、もう一人で
このステージで15時45分から歌い合わせていただきますでね。しかもなんとこれ観覧料観覧料お茶目だろ。はい、もう一回観覧料無料でございます。無料に噛んだわ。はい、なのでね、皆さんぜひ遊びに来てください。なんか実際にね、体験できる、うん、そうそうそう、クイズとかもいっぱいあるんで、いっぱいあるらしいので、ぜひぜひぜひお越しください。で、24日は福岡でイベントがありまして、うん、で、あ、これ大事、5月30日ピンスカ史上初のオフ会を開きます。はいはいはい、このオフ会はですね、うん、やっぱ佐賀のご当地アイドルとして、うん、佐賀の良さをみんなで楽しもうということで、なるほど、牛、馬、馬、ヤギ、うん、小ヤギ、うん、ウサギ、うん、などと触れ合いましょう。さすが佐賀、はい、自然とね、自然、はい、自然とピンスカといっぱい遊んで楽しんじゃおうという内容のオフ会になると思いますので、ぜひね、お越しください。お願いします。詳細はですね、ピンキースカイの Facebook とか Twitter とか、ね、ありますので、ぜひそちらをいいねだったりフォローしてチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ですね、私たちさっきもちょっとミュージカルみたいなことしたんですけど、お芝居もやってるんですね。そうなんです、うん、で、お芝居の公演が10月にあります、うん、今年の10月に、で、私たちそのお芝居でですね、うん、なんと主役でございます。はい、主役です。主役、主役、主役、戻っておいで。大変こちらなぎれん悪役でございます。悪女、そう、私たち2人はね、はい、戦闘シーンも結構ね、うん、刀とか武器を使って戦うシーンがいっぱいあって、かっこいい舞台となってますのでですね、ぜひそれも、情報を発信します。 Facebook、Twitter をチェックしてください。よろしくお願いします。はい、それでは、はい、次の曲で最後になりました。あ、今 A って言った人物販においで、いっぱいお話ししよっか、ね、今なんでぬっかやった。ちょっと、この熱気を感じたから、ぬっかをしたんだけど、うん、私の声で消されたね、全てを消し去られて、申し訳ない、うわ、いたーって感じです。前にね、したけどね、覚えてる人いるかな。あ、わいた、いた、いた、わいた、覚えてる人いたわ、ありがたいね、ありがとうございます。わからない人はぜひ、私たちに物販の時に話しかけてください。はい、
い、それでは最後の曲いきたいと思います。千本桜聴いてください。みんなも一緒に盛り上がるよ。後ろもいいね。ミュージック。